一大事一大事って、おい、新主任は？リッチリー主任なら町に出ましたけど、約束があるって言ってましたよ。約束だって？宇月主任に会いに行ったのか。この一大事に何やってんだよ、ったく。さっさと告っちまえばいいのに、煮え切らない人だね、まったく。宇月って、あのシオン宇月元主任ですか？グノーシステロ事件の責任を取って辞めてったんですよね。リッチリー主任の恋人だったんですか？え？はあ、だったら幸せなんだろうけどな。現実ってもんは厳しいのさ。で、一大事って何かあったんですか？そうそう、コスモスが新兵器の模擬戦の相手をすることに決まったんだ。新兵器って、あの？そう、あのヤバい代物だよ。起動試験を兼ねて実戦データを取るつもりなんだろうけど、コスモスを相手に選ぶなんざ大した自信だよ。計画から外れるとはいえ、コスモスはまだ十分実戦に対応できますからね。上層部はコスモスを倒すことで箔をつけたいんでしょうか。ああ、政府には新ベクター派の議員も多いと聞くからな。おそらくそれに対する牽制だろうな。我らがストレスとカフェインの結晶、政治の道具になんか使いやがって、一極の姫様を舐めてもらっては困るってね。返り討ちにしてやる。ああ、もうすぐに調整作業に入らなきゃならないのに。こんな時に何油売ってるんだよ、新主任は。